皆さんこんばんは。6月20日、ネクストファームがお届けしています早わかり農業ニュース、日本農業新聞さんの記事の抜粋からお伝えします。最初は上ですね、配合飼料価格依然高止まり。配合飼料供給安定機構は20日、4月の配合飼料価格工場渡し全畜種平均が1トン当たり9万9077円で前年同月を 12% 上回ったと発表しました。前月からは 1.1% 下がったものの、2022年7月以降依然高止まりが続いています。続きまして真ん中ですね、日本が鳥インフルの清浄国に。農水省は20日、日本が国際獣疫事務局の規定に基づく高病原性鳥インフルエンザの清浄国となったと発表しました。北海道千歳市の農場で同病が発生し、4月14日に防疫措置が完了してから28日間国内で新たな発生が確認されなかったためとのことです。それでは最後下ですね、国産酵母で日本ワイン、輸入品を使わずブドウから培養、山梨大福ゆえ実証。山梨大学はワイン製造時にブドウを発酵させる酵母をめぐり、多くの国内ワイナリーが利用する粉末の輸入酵母を使わず、ブドウそのものに含まれる天然酵母を培養してワインを作る方法を実証しました。甲州市のワインメーカー、ぶどう酒工業は、丸藤ぶどう酒工業は海外事例などを参考に、ぶどうに含まれる酵母のうちワイン製造に適したサッカロミセステルビシエ SC を培養するスケールアップ法を確立しています。この手法を多くのワイナリーが実践できるよう技術を実証しました。白ワイン用シャルドネ、赤ワイン用マスカットベリー A で試験、発酵過程で複数の酵母を淘汰し、ワインに適した SC を増殖させることに成功したそうです。他の酵母と違ってアルコール耐性が強い SC の特性を生かし、ブドウ作汁を3回発酵させ SC を増殖させます。発酵温度は通常工程と同じ。ワイン用に本発酵させる前のブドウ果汁にこの手法で酵母を増殖させた作汁を加えて製造した結果、樽の中の酵母はほぼ 100% SC だったそうです。複数の酵母があるまま発酵させると酸味が強くなるなど影響が出ることがありますが、同手法では出なかったそうです。研究に携わった東大ワイン科学研究センターの音黒准教授は、ブドウだけでなく酵母も国産のワインが今までより作りやすくなる、日本ワインの付加価値向上にも結びつくと指摘しています。今回試験した2品種での実用化には目処が立ち、普及に向けてマニュアル作成を予定しています。県代表品種甲州や酵母の香りへの影響などの実証も検討しているとのことです。はい、それではここでネクストファームからのお知らせです。ネクストファームではスマート農業ハウス賃貸募集ということで、このスマート農業ができるハウスを借りてくれる方を募集しています。ハウスの規模なんですが、1棟あたり幅9メーター、長さ54メーター、高さ5メーターとなっていて、総面積約495平方メートル、150坪のハウスとなっています。特徴としては耐雪耐寒仕様で ICT システム導入、自動設備制御を行えるということと、換水制御システムによって自動換水が行えるというところが特徴になっています。外側の設備の例としては、こちらの絵にあります通り、換気扇や転送、外部上下側走というのが自動で開閉するのに加えまして、内側については遮光カーテンですとか保温カーテンがついていて自動で開閉を行います。今後ろで、閉じようとしているのは遮光カーテンですね。夏の暑い日にはこういったものが閉じて、暑さを防ぐということができるという仕組みになっています。このハウスなんですけれども、今なら格安ということで、なんと1棟あたりですね、月額5万円でお貸しします。土地代、建物、システム保守料、電気代、水道代全部込みになっています。入っていないものとしては暖房燃料ですね、灯油代のみ実費精算となりますので、灯油代を使わなければ、この5万円だけでできるというところになっています。ぜひ、お声掛けのほどよろしくお願いします。またこのハウスの活用方法なんですが、新規事業の負担軽減ということで、新規収納の際に設備費用をかけずにですね、まずは賃貸で農業をやってみるということだったり、異業種の参入だったり、そういったところで活用できるものとなっています。他にも農業以外としまして、全店舗型のアウトレジャー施設として内部に遊具を設置しての運営でしたり、
室内ドッグラン設備のようなものを入れてですね、ペットと過ごす、新しいレジャー空間の提供ですとか、または雨風をしのぐ、資材置き場といったものですとか、そういったものにも使えます。いろんな使い方ができますので、ぜひ、これを機会に借りてみてはいかがでしょうか。問い合わせ先等は、こちらの下に書いてあります。メールか電話にお願いします。それではここまでご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。